セーフレベルではまあいろんな交流があるわけですけど、なかなか一般と交流となると、ね、なかなか認識がまだまだなんですけれども、はい、まあ、例えばこういったあの同じこう被爆の体験というところを通じて、今度 SGI とこちらの NGO とでこう新しい流れを作っていこうとしているわけですけど、はい、今後そういう意味でのそういう、こうカザフスタンと日本のこう交流の可能性とか期待みたいなところでお話しいただければ、うん、そうですね、こう一応被爆国としてですね、あの核兵器廃絶に対しては関心がある、国同士ですから、あのこれからこういう形でですね、あの、まあ、若い人たちがあの関心を持って、民間レベルでですね、こういうあの核廃絶に向けたあの取り組みをですね、あのこれからも続けていくような、可能性というのは私はあのすごくあると思います。でやっぱりあの被爆国としてですね、やっぱりあの私たちが伝えなければあのその恐ろしさというのはどこも、ね、分からないと思いますので、私たちが率先してやらなきゃいけないことだと思います。なので、これからもですね、あの若い人たちがそういうことに関心を持つように、広がっていくようにしていかなければいけないかなと思います。